統計太田とは、古墳時代の人物で、木工。統計は大和国山部軍の地名で、奈良県旧津村、玄奈良市にあたる。日本初期巻第十四によると、有略天皇十二年十月、木工の太田は、直命で初めて、老閣を建造した。銭、お田老に登りて、市面に出走ること、飛び行くが、若きことありその時、伊勢のうねめが現れて、 牢の上を仰ぎてみて、彼の早く行くことをかえびて、庭に倒れて、K、グルジョの線を覆しつ、の上を仰ぎみて、その早く進むのを不思議に思って、庭に転倒して、捧げていた備え物をひっくり返してしまった。これを見た天皇は、お互うね目を沸かした者と、早が転して、殺そうと思い、物のべに渡した。この様子を見ていた、新思考は、ことで弾き語りをして、歌った。 神風の伊勢の伊勢の野の境を五百ヘル石来てそれが、月来るまでに大きみに固く使えた手祭らむと和が、命も長くもがといいし交渉早あたら交渉はや、宇治谷岳氏、役天皇は、ことの声を悟りたまいて、その罪を許したも。日本書紀巻、第十四には、一本にいなをたというは、けだしごなりという宙がつけられており、飯田岳里の日本書紀通会には、次なる、 稲部誠根を今へ手伝いしなるべしとある。このことについて、著名部とは木工を専業としたしなべであり、彼が著名部をたと呼ばれていたとしても不思議ではないと、加藤健吉は述べている。続けて、物語の中に伊勢のうねめが登場するところから、摂津国川米軍から、豊島軍にかけての著名権。 および、伊勢国稲部軍などを拠点としたくだら系列の稲部氏ではないかとしており、果たしと宮殿造営事業との関わりの中で見ていく必要があるのではないかという問題提起をしている。ありがとうございます。